どうも、こんばんは、ミラです。ミラの気になるニュースということで、またしてもですね、私が気になった記事を紹介していこうと思います。それはこちらです。亡くなったら最も困る SNS は LINE。 10代では7割が困ると回答。これはすごい、僕も困ります、 LINE がなくなったら。はい、ちょっと読み上げていきますね。ジェストシステムは2月3日 SNS に関する調査の結果を発表した。セルフ型アンケートサービスファスタスクを利用して、事前のスクリーニング調査で Facebook、Twitter、LINE のすべてを利用していると回答した1都2府4県に在住の10代から40代の男女680名を対象に調査を行いました。はい。そして結果ですが、Facebook、Twitter、LINE のうち、亡くなったら最も困るツールは、との設問で、LINE が 49.0% を占めた。半数近くの人にとって LINE がなくてはならないツールとなっていることが分かった。特に10代は 67% と、約7割の人が LINE はなくなったら最も困るツールと回答している。10代に必要とされてるんですね。なるほど。まあ、LINE は、やっぱり便利ですよね。一番のメリットだと僕が思う点は、他のキャリアに通話ができるってことですね。うん。そうなんです。普通は、やっぱり、携帯電話、スマホで、他の機種、他のキャリア、例えば au を使っているとしたら、ドコモとかソフトバンクの人にかけたり、ドコモを使っている人がソフトバンクとか au にかけたりとか、キャリアをまたがって通話をする場合は、通常お金が発生します。しかし、まあ、LINE を使うと、まあ、キャリア関係なく LINE がインストールされているLINE がインストールされている端末同士であれば、LINE を通じて無料で通話できる。というのが、やっぱり LINE の一番のメリットじゃないかなと思います。あとは、LINE は、メッセージのやり取りがすごい簡単だし、簡単にこう、スタンプとか送れるし、まあ、やり取りがすごい簡単、履歴も残るということで、やっぱすごい便利だと思います、LINE は。なくなったら僕も本当に困ります。はい、続き読んでいきます。また、48.8% の人が Twitter、LINE よりも Facebook を利用するときの方が気を使うと回答。40代では59.5% の人が気を使うと答えている。確かに Twitter、LINE、Facebook だと、まあ、Facebook が一番気を使うっていうのが当然っちゃ当然ですよね。まず Twitter に関しては本当に一言でつぶやくっていうコンセプトで、もともとサービスができているので、何気ない一言をつぶやくっていうのがまあ簡単にできると思いますし、まあそのための SNS だと思うので、Twitter でつぶやくのは何も躊躇はないと思いますし、LINE も、友達全員と一気にやり取りするわけじゃないですから、基本的には1対1とか、グループで、まあ、チャットをやるときでも、せめて、まあ、どんなに多くても10人もいないと思うので、まあ、気の知れた、気の置ける人に、とのやり取りなので、気を使う必要はないと思います。ただ、Facebook の投稿については、友達になってる人、全員が見れるものなので、まあ、投稿というよりも、まあ、日記とか、そういうイメージに近いと思います。なので、みんなが、見る。友達になっている人が全員見る。そういうふうに考えると、やっぱ、なかなかね、簡単には。まあ、書いていいと思うんですけど、気を使ってしまうのが、まあ、人の差がかなと思うので、まあ、この回答もすごい納得ですね。うん。なんかこの記事から結構いろいろわかりますね。SNS、それぞれがどういう用途
で使われていて、どういう特徴があるのかっていうのがすごい見えてきて面白いですね。投稿ネタになるような出来事がないと使いにくいサービスとして最も多かったのは Facebook。まあ、そうでしょうね。まあ、Facebook はまあ先ほども言った通り、友達全員が見るという前提で基本的には書くものなので、なんか本当にくだらない、数人の友達にしかね、伝わらないようなこととかは簡単には投稿できないと思うので、まあそういう傾向、そう思う人がやっぱ多いと思うので、投稿しづらいと思います。次、LINE のチャット内容を同時に Twitter に広げた経験があるかについては、22.2%の人があると回答した。10代では30.9%になっている。なるほど。これちょっと僕はあんまりピンとこないんですけど。そうなんですね。LINE のチャット内容を同時に Twitter に広げた経験がある。LINE でこうチャットでつぶやいた内容を Twitter にそのままコピペみたいな形で広げたりとかしたってことなんですね。10代では30.9%。なんかこれ見ると、やっぱり面白いなって思います。10代が特徴的なんですよね、やっぱり。今の10代って、なんだろう。ネットワークとか、インターネットが、まあ、当たり前に世の中に存在している携帯電話とか、スマートフォンとか、インターネットとか。そういう世代なので、もう生まれた時からネットワーク環境が当たり前っていう世代の、SNS の使い方っていうのはすごいなんか興味がありますね。まあこれからそういう10代とかが、まあ、これからのね、時代を作っていくと思うので、この SNS の使い方とかからしてもやっぱり他の世代とは、やっぱり違っているんだなって、ネットワーク、インターネット、携帯、スマートフォン、これらが当たり前のになってから生まれた世代っていうことで、その使い方とか、活用の仕方っていうのも、やっぱり独特だし、他の世代より、やっぱりその感覚が鋭いんじゃないかなって、個人的には思ってます。次。ある SNS サービスで繋がった後、その SNS サービス上で他の SNS サービスでもつながるために情報を求めたことがあるかについては、Facebook でつながった後、LINE でもつながりたいと情報を求めたことがある人が20.6%であった。また Facebook でつながったら LINE や Twitter でもつながりたいと思う人の割合は、LINE や Twitter でまずつながった場合に比べて高いことが分かった。なるほど。まあ、Facebook は、まあ、みんな実名でやるというのが前提の SNS なので、やっぱり信頼感があるんでしょうね。Facebook で繋がったら、まあ相手のこともわかりますし、まあプロフィールとかもちゃんと書いてあるし、まあ、基本的に投稿する内容は日常のことだったりするので、その人のこともよくわかると。なので、まだ繋がってない人、Facebook ではまあ知り合いになったり友達になってるけど、まだ他の LINE とか Twitter で友達になってない場合は、まあ、Facebook でね、その人のことをわかるので、なので、ちゃんとわかるからこそ、ちゃんとした人だったら、他の SNS でも繋がりたいなっていうふうに繋がっていくんだと思います。この記事ちょっと、すごい参考になるというか、いろいろなんか、マーケティングだとか、その年代別の、SNS の活用や思ってることとかの違いとかが書いてあって、すごい、なんかいろいろ役に立ちそうですね。まあ、例えばこれから10代の友達ができるときにどういうふうに繋がっていけばいいのかとか、10代はこういうふうに思っている人が多いんだなっていうのはすごいわかるので、これはすごい勉強になりました。ということで、ミラの今日の気になるニュースを紹介したのは、亡くなったら最も困る SNS は LINE。10代では7割が困ると回答でした。また、まあ1日1つは何か気になった記事を紹介していこうと思いますので、
ぜひ、また、聞いていただけると嬉しいです。どうも、ご清聴ありがとうございました。